お疲れ様です。マッチングアプリで会って10分で逃げられた女、ミサポーヌです。今日は合コンで知り合った御曹司、公務員のコム君と花火大会に行ってきた話なんですが、ついに私の恋に決着が、というか告白がありました。好きですっていう告白ね。その話をしていきます。長くなるのですが、必死な婚活アラサーの泥臭い恋の話をぜひ聞いていってください。はい、では話に入っていくよ。先週ね、土曜日にコム君とデートに行く約束をしてて、で私は週末のコム君に会えるから今週も1週間頑張ろうって意気込んでたんだけど、月曜日の夜になって電話してもいいってコム君に急に LINE が来て言われて、でいいよって返事したら、でなんか電話出てみたんだけど、コム君がね、土曜日神奈川の大きな花火大会に行こうと思ってたんだけど、それがコロナで中止になっちゃったみたいで、でなんか別の花火を調べたら数日後に花火大会がやってるところを見つけて、もし仕事とか早く終わりそうなら当日でもいいから教えてほしいんだけど見に行きたくてって、コム君がね、まあ花火大会中止になっちゃった件があったからちょっと残念そうに言ってくれて、でまあ 2,3 年越しに開催が決まった花火大会が中止になるって感じだったからね、ミサポーヌ的にもすごいショックだったんだけど、またすぐ別のね花火大会を提案してくれて、わざわざ探してくれたんだって思うとすごい嬉しくて、でまだわかんないけど明日出社したら上司に相談して午後休取ろっかなって言ってみたら、コム君は本当？ありがとう、じゃあ連絡待ってるね、おやすみみたいな感じで、そうすごい喜んだ感じの、はい、声色っていうか、うんって感じで電話が終わって、なんか緊張したって思いながら、コム君が花火にかける思いっていうか、なんか思いが強くて可愛いなって思ったんだよね。で翌日、ただの平日っていうか、まあ全然その日ミーティングとかがあんまりなかったし、メサポーヌちゃんはよく土日も最近出てくれてたから、全然有給いいよ、使いなって上司も言ってくれて、楽勝で午後休の許可をもらったメサポーヌは嬉しくてね、すぐコム君に LINE して、まあ午前中だしね、返事はすぐ来なかったんだけど、このなんかウキウキな気持ちを誰かに共感してもらいたくて、タカ子にね、ここまでの流れを LINE で報告してみたのね。うん、そしたらなんかさすがね、私の親友で、すぐ既読ついて、本当に仕事してるのみたいなレベルで速攻返信返ってきて、普通そんな変に花火こだわるってタカ子から来て、花火なんか今月いくらでもあるのに告白とかなんじゃない、もう4回目でしょ会うのみたいな、そろそろ白黒つけたらって来て、でまあね、思いもよらない返信だったから、ウキウキみたいな夏のイベントに子供みたいにはしゃいでたミサポーヌの心が一気にね、大人のアラサーのシビアな婚活のグレーな世界に連れ戻されて、スーンってなっていやさすがに告白されるのはないないない、でも確かに白黒はつけるべきなのかなって思って、そうかな、わからん、どうしようってタカ子に返信したんだけど、タカ子は言いたいこといっぱいあるから夜電話しようって言ってくれて、まあね、ミサポーヌはいろいろ考えながら仕事を終えて、夜タカ子に電話をね、してみたら、なんか花火にこだわる感じ、告白してくる可能性あるねって言われて、でなんかもししてこなかったら美咲からしないとダメだよって言われたのねでなんかまあずるずる無意味なデートだけ重ねていって、付き合うタイミング逃して自然消滅したり、なんかのきっかけで彼が別の人のところに行く可能性だってあるよって、電話中にね、ほらって URL 送ってきて開いてみたら、なんか婚活のコラムみたいな記事で、30代女性の婚活デートは3回がベストっていう見出しがあって、そう、その下に回数重ねてもはっきりしないとか、関係が進まない男性とは結婚までもスムーズにいかない可能性が高いですって書いて、さーって血の気が引いてでももしこれでうまくいかなかったらもうね、コム君とデートできないんだ、会えなくなっちゃうんだと思って、なんかね急に悲しくっていうか泣きそうになったんだけど、タカ子には分かった、考えてみるって、まあ、返事をして、いろいろ教えてくれてありがとうね、頑張ってくるって言ったのね。でついでに
でも振られたりしたら夜また電話しちゃうかもしれないけどいい？って聞いたら全然いいよって来て、でも私は美咲告白されると思うよ、まあなんかあったら泊まりにおいでって言ってくれて、もうめっちゃ優しいって思いながら、じゃあおやすみって電話切ってね。で切ってから気づいたんだけど1時間以上電話してしてたの。だから本当びっくりしたんだけど、でついに花火デート当日、夜ね本当になんかあんまり寝れなくて寝不足でね、午前中昼過ぎまで仕事して揃って何も悪いことしてないんだけどね、なんかまあバレないように気配を殺してオフィスから出て一目散に家に帰って服着替えて化粧して待ち合わせの駅に夕方着いてコム君と合流したんだけど、コム君はいつも通りね明るく元気な感じで、ミソポンヌは運命の日 X デイみたいな感じのデートになることを想像してたから拍子抜けしちゃって、最初は変にね思い詰めて緊張してたんだけど、コム君と喋ってるうちに相変わらずねいつもの面白い話ばっかりの会話で心も顔も緩んでいった感じだったんだけど、日が沈む前の空がピンクと青で綺麗な時間帯に花火大会の駅に着いて、で人がめっちゃいたんだけど、ここは多分日本で一番大きくて綺麗な港でどこ見てもキラキラしてて、久々にねここ行ったんだけど、行くだけで心が躍る場所ってテーマパーク以外だとここぐらいなんじゃないかって思うくらい素敵な雰囲気に圧倒されちゃったんだよね。で、まあ花火まで30分くらいあったんだけど、Google マップで人がたくさんいなさそうなスポットを2人で探してたくさん喋りながら歩いたんだよね。で、さっきまでこう太陽が沈む前で明るい空だったのが少しずつ暗くなってきて、人混みも相まってまたミサポンヌは心がざわざわざわついてきて、少しずつね不安が戻ってきて口数も減ってきちゃって、告白されるとしたら花火の最中かな、花火終わってすぐとかかな、最中の方が雰囲気ロマンチックすぎてやばそうだなとかなんか本当にいろいろ考えながら2人でまあまあの人混みを逆走するような形で手はつなぐことはなく歩いていってたんだけど、歩いてる途中でドンって音が聞こえて、あーってミサポンヌとコム君は笑顔で顔見合わせて目指してた場所まで本当にすぐだったから2人で走り出したんだよね。でその時にコム君がミサポンヌの手を力強く握ってくれて、千と千尋の息を止めて吐くと走るシーンみたいな感じで2人で走って、なんか時が止まったような気がして、本当にときめいたんだけど、それで無事目的のね場所で花火を見ることができたんだよね。でそこは本当読み通りでそんなに人がいなくて、花火が本当に綺麗すぎて、コロナでずっとさ花火大会とかやってなかったし、3年ぶりになんかこう夏が来たような気持ちもあって何度も感動して泣きそうになってずっとうるうるしてたんだけど、そうで、なんか大きな観覧車も綺麗で素敵で、なんか今ね告白されたら超ロマンチックだろうなって思ったんだけど、なんかコム君の方見たら、わー綺麗、わーあーニコちゃんだ、ニコちゃん裏返ってるね、おかしくなってるみたいな感じの調子でね、なんか花火を純粋に楽しんでて、でミサポンヌはあれって心の中で思ったんだよねこの花火は30分間とかだから、スマホとかチラッチラって見てたらあと5分ぐらいで終わるぞみたいな告白してこないのかなって思って、ちょっと痩せたからって夢見すぎかなって軽く頭の中で考えつつも花火を堪能して、ついにね花火が終わったんだよねなんか花火が終わってどんどんこうパチパチ鳴ってた音が人混みの音に変わって、花火で明るかった景色とかも暗くなって、なんか綺麗な景色なんだけど花火の後だとなんか暗く静かに感じて、でまあ屋台とかあるのかなって屋台を探すのにシフトチェンジして歩き始めたのね。でこの花火のキラキラ輝いてた時間から対照的ななんか静かで暗い街中を歩いてたら、少しずつまた不安になってきて、屋台がある駅近くのキラキラしたところに着いたら、なんかまあ告白される可能性もなくはないしとか思って持ち直して、明るい雰囲気で話しながら屋台見つけてたこ焼きとか食べて、で屋台少なかったねってなってタイ料理みたいなレストランに入って、でなんかまあご飯とか食べて2週間で結構まあ会ってなかったから、その分話したかった話とかお互いに話したり、すごい楽しく過ごしてたんだけど、少しずつなんかあまだなのかな、もしかしてやばいかもって告白されないって焦ってっちゃって、ご飯も食べ終わってじゃあ明日も仕事だし帰ろっかってなっちゃって、
って味噌パンヌは心の中で、え、嘘でしょ、まだやり残したことたくさんあるよ、大丈夫、大丈夫じゃないみたいなことを頭の中で繰り広げつつ、とうとう電車に乗ってしまったのね。で、さすがに電車の中でおしゃべりとかはできないから、ぼーっとしながら昨日ね、そのタカ子と話したことを思い出して、もしも本当にギリギリまで何もなくバイバイになったら、私が告白するしかないって思ったのね。で、大好きだし会えなくなるかもしれないのは絶対嫌だし怖いけど、もういい大人だし時間がないのは事実で、まあこんな機会じゃないとね、私からは告白できないなって思って、すごい、まあ険しい顔で考えてたと思うんだけど、で、まあ2人ともね、あの乗り換えをする駅について、ここから方面が違うからバイバイなんだけど、なんかコムくんが土曜日のね、花火大会すごく行きたかったけど、なんか今日美咲ちゃんと行けて本当に楽しかったし、あの平日なのにね、わざわざ付き合ってくれてありがとうねって、なんか惜しい、もう一声みたいな単語も出つつ、なんかバイバイの助走みたいなこと言われて、あのコムくんがね、右手を上げてバイバイみたいなポーズを仕掛けたから、ミサポンヌはもうダメだ、私から言うしかないって思って、あのさって言ったのね。そしたらコムくんはうんって顔してて、上げそうになった手を下げて、どうしたのって聞いてくれて、そしたらミサポンヌが、まあ、あのねって、そうミサポンヌからね話したんだよね。なんかこう昨日考えたんだけど、私はねコムくんとずっと仲良くしてたいって強く思ってて、なんかのきっかけで離れ離れになったり、一緒に楽しく遊べることができなくなるのが嫌で、だからちゃんとしたいって思ったのって言ったんだけど、本当にね、これね、私嫌なんだけど、感情的になっちゃって、涙がこぼれそうになってて、旗から見たら喧嘩してるカップルみたいで、コム君には本当に申し訳なかったんだけど、もうね、涙はね、どうしようもなくて。うん。そしたらコム君はすごいびっくりした顔しててね。なんかこんなに何回もデートしてるのに、この展開一切予測してなかったのって泣きながら、あの冷静にミサポンヌはツッコミ入れたんだけど、で一緒にいてね、すごく楽しかったっていうのも伝えて、で、まあこれからもずっと一緒に笑っていたいって思って、優しくしてくれて本当にありがとうって、コム君のことが好きですって、もうよりよりになった勇気を振り絞って念押しでちゃんと告白し直したの。そしたらずっとびっくりしてたコム君が、うん、ありがとう、俺も美咲ちゃんと一緒にいるとすごい楽しいしって言いかけて、なんかコムくん話すの止まっちゃって、なんか悲しそうな、困ったみたいな感じの顔をして黙り込んで、1分ぐらいかな、 1,2 分かな、沈黙の後にコムくんが、うん、あのね、ちょっとだけ考える時間欲しいんだよね、本当にごめんねって言ってくれて、頑張って伝えてくれたのに本当にごめん、ちょっとだけ考えさせてって、真剣だから考えたくてって言われたのね。で、ミサポンヌはえって思ったけど、まあそうだよね、急だったよね、ごめんねって、困らせちゃって本返事待ってるねって、まあ言って、で、まあずっとね困った顔してるコム君も見れないと思って、あのミサポンヌからじゃあ気をつけて帰ってね、ありがとうって言って、そうちょっとだけまあ唐突にバイバイしたんだよね。で、まあ帰りの電車で、あのマスクの下涙でいっぱいのミサポンヌは、あのいろんなね、今までの思い出とか幸せだった時間を思い出しながら、あのバックナンバーの綿菓子を聞いてました。はい。で、まあ最寄り駅に着いて、あの事前にね、何分に駅に着くか、あのタカ子に LINE を送ってたんだけど、で、なんか着いたら電話していいって言ってて、で、まあ着いてタカ子に速攻で電話して、もう涙でつけてられないぐらいの、あのしなしなになったマスクを外して、あのタカ子と電話しながら帰ったんだよね。で、まあ告白したことを後悔したり、私をね告白しなよって促してくれたタカ子に、少しねこう、なんで告白なんかさせたのってちょっと文句言ってみたり、なんかね不安でいっぱいで告白するしかないような、あの状況のねせいにしてみたり、でもやっぱり、まあ最終的に自分で告白することを決意して、コム君へあの思いをしっかり伝えたんだし、これで良かったんだって自分に言い聞かせて、で、まああまりねその前の日寝れてなかったから、まあ、ミサポンヌはあのタカ子と電話つなぎながら寝落ちしてしまいました。で、まあ寝たことに気づいたタカ子は一瞬で電話を切ったらしいんだけどタカ子ごめんって感じで、はい。で、まあ朝起きたらコム君から LINE が来てて、あの内容的には、まあ昨日ありがとうって来てたの。なんか美咲ちゃんの気持ち教えてくれてすごく嬉しかったよ、価値観もすごく合うし、まっすぐだし優しいし純粋だし素敵な女性だなって思ってるよって、でも今ちょっとだけタイミングが悪くて、後日
まあ、もうちょっと考えさせてほしいんだって、ほんとごめん 2,3 日だけって、はい、来てました。はぁ、2,3 日眠れないしご飯も食べられないじゃんって思いながら、その日朝ごはんお茶漬けをがっつり食べてました。で、今ね、編集してる土曜日のミサポンヌなんですが、今日ね、返事を聞くためにコム君に会いに行ってきます。はい、で、まあこの動画をお盆の頭にあげたいので、まあ8月13日前後かな、お盆の終盤にこのコム君今日会いに行って、まあお返事の動画をあげれるように本気で頑張ります。ではグッドボタン押してくれるともっと頑張れます。あ、なんか今日は話が長くなってしまってごめんなさい。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。夏休みすごい暑いですけど、熱中症とかコロナとか気をつけて、たくさん楽しんでいきましょう。じゃあねー、バイバーイ。